皆さんこんにちは、作曲家の西村直樹です。今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。今日2019年3月13日水曜日、今日の数波の言葉は早く切り替えることが大切です。早く切り替えることが大切です。そして今日の BGM、 今流れております漂流2、ジョン万次郎の一生を描いたアルバム、その漂流2の中からヘアヘイブンをお送りしています。ジョン万次郎が遭難して、そしてアメリカの捕鯨船に救われ、その船長であったホイットフィールド船長、そのホイットフィールド船長の家に、彼は連れて行かれてですね、14歳だった少年漁師ジョン万次郎、その彼が3年間を過ごしたヘアヘイブン、その土地を訪れた時にですね、この曲を書きました。ジョン万次郎、幕末の今の自由な日本の礎を築いたきっかけになった人ですね。ぜひ高知県土佐清水市出身のジョン万次郎の将来、ジョンズドリームの漂流2の中からヘアヘイブン、ぜひ手に取ってじっくりと聴いていただければと思います。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。